見事見事、私とここまで戦える人間がいるとは。俺は最強の剣士だからな。甘く見ると痛い目に遭うぜ。突撃！待て、考えなしに突っ込むな。見損なったぞ、チケットがいたとはな。早合点するなよ、俺とは関係ないやつだ。ではあやつらから始末してやろう。あれ、意外と平気。まさかその力、光の一族か。上々、まさかこれほど早く見つけられるとは。巡り合わせに感謝せねばなるまい。突き上げ、くらいなさい。少子光の者どもよ、貴様らのことしかと見届けたぞ。この世界を救いたくば我のもとに来るがよい。おい待て、光の者とか世界を救うとか一体何のことだ。余計なことをしてくれたな。助けに来たつもりか。こんな奴ら俺一人で十分だ。え、ちょっとそんなの無茶よ。普通はな。だがあの剣士は腕が立ちそうだ。それに俺たちの味方だという保証はない。なぜなら、また長いやつ。行くわよ、私たちも手伝わなくちゃ。おい、腕が鳴るわね。なるべくこれ以上俺の邪魔はしてくれるなよ。もちろんだ。お前も俺の作戦の邪魔はするなよ。火炎斬り。口だけじゃないといいけどな。余計なことをしてくれたな。何よ、私あなたのことを心配して。あんなのに一人で勝てるわけないでしょ。勝てるさ、俺は最強の剣士だぞ。やっぱり味方じゃないのかも。だろ。だが確かに相当な使い手のようだ。一人では無理だったかもしれないが、そこに俺の作戦が加われば。知った風な口を聞くなよ。お前に俺の何がわかるって言うんだ。まあまあ、もういいじゃないの。あなたたちみんなすごいわよ。全部ひんむいて調べたくなっちゃうくらいにね。で、最強の剣士さん、強いのはわかったけど、そもそもあなたって何者なのかしら。あるものを探してここへ来たとだけ言っておこう。どういうわけかは知らんが、ここは俺のいた世界とは違うようだな。
またしても別の世界からの客人か。なんとも不思議な縁よの。我らは世界を回り、ここと同じように魔物に奪われた町を救っているのじゃ。剣士殿、我らに力を貸してくれぬか。そなたほどの者が共に戦ってくれたら、皆心強いだろう。いきなりな話だが、まあいいだろう。光の者どもというのも気になるしな。お前たちについていくことにしよう。俺は最強の剣士、テリー。よろしく頼む。ディルク様。